皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。これ発売しました、タイムラプス撮影の教科書、おかげさまでですね、なんか情報ちょいちょい入ってきてますけど、そこそこ売れ行きいいみたいでありがとうございます。店頭に、ずらっとこう本が並んでいて、私の本ですね、過去に3冊出てるんですけど、3冊もずらっと並んでて、いやーなんか嬉しいなと思いました。私もこのチャンネル始めるときにタイムラプスのことを一から始めようとしたら、やっぱり膨大な時間がかかるなと思ったんですよね。それこそ何個動画アップすればいいんだろうぐらいの気持ちでいたんですが、これが出てくれたので基本はもうこれで学べると思います。で、この本でその基礎知識を身につけて、この動画でタイムラプスチップス的なものをね、紹介していきたいと思いますので、ぜひ、これですね、今後もご活用いただきたいなと思います。はい、というわけでじゃん、はい、買っちゃいましたよ。富士フィルムの XS10、この間動画をレビュー動画をアップしましたんで、ぜひ見てみてください。はい、で今日はですね、せっかく買ったこのプロ、XS10 なので、このカメラの設定をするっていう動画をお見せしたいなと思います。なんでここにこう不自然に空間があるんですよね。じゃあちょっと準備しますんでね。はい、出ましたね。こういう感じで、はい、で、今日は、最初に買った時に私がどういうことを設定するのかなっていうのをお見せしたいなと思います。まずですね、これ実はあらかたやってるんですけども、カスタム設定できるんですよね。 C1、C2 っていうのがついていて、その部分をそれぞれその星空用とか、それから動画用みたいな感じで、割り当てていこうと思うんですね。いちいちこう切り替えてるのが結構時間がもったいないので、それをカスタム設定に割り当ててワンタッチでいけるような感じでやっていきたいなと。まず、星空設定の方からいってみましょうか。星を撮影するときの設定ですね。C1 にもう割り当ててるんですけども、で基本的に星の写真を撮るときはローで撮影します。で非圧縮ローですね。ロスレスにもしないで非圧縮ローにします。このぐらいの画素数だったら全然非圧縮ローで問題ないなっていう感じで、昼間撮るときは JPEG にするんですけど、で、このグレインエフェクト、カラークロームエフェクト、カラークロームブルーあたりはオフでいきます。昼間の写真で JPEG で残すときはいじるんですけどね。ちょっとしつこくてすいません。で、このシャープネスは必ず一番低い状態にしてます。シャープネスですね。これ、シャープネスっていうのが、強くなればなるほどこの縁取りがカリカリとしてくるんですけども、星の場合だと、星の周りに妙なエッジが出たりとか、それからノイズもシャープになって浮き立ちやすくなるので、ここは切ります。で、高感度ノイズ低減、これもマイナス4、一番低い状態にします。これですね、消しゴムでこう擦ったようなノイズリダクションがかかるんですね。で、これをが強くなっているとノイズは減るんですけど、代わりにちょっとモヤモヤっとした感じになって星のシャープネスとかも失われるんですよ。ですからこれは基本的にはかけないといきます。ローで撮ってますから、後で画像処理ソフトで適度にかけることができるので、ここはカメラの設定上はマイナス4、一番低い状態にしてます。で、超秒時ノイズ低減はオフにしてますね。これは、30秒露出したら30秒かけてノイズを取ると、天体写真でいうとこの、ダーク減算ってやつなんですけども、これは、撮影時はオフにします。これもローで撮るときはオフですね。 JPEG で撮るときはオンにしておいた方がいいと思うんですけども、ノイズリアクションがかかる分待ち時間が増えますから、
こう撮影のですねテンポが遅くなるんですね。ですからまあここはオフにしている感じです。はい。で、色空間 Adobe RGB でやってます。なんかこれ私正直よく分かってないんですけど、色域が増えるんですけども、その Adobe RGB と sRGB と選べるんですが、なんか sRGB だとね青が強い気がするんですよね。だからちょっと気のせいかもしれないんですけど、色がですね多いと言われている Adobe RGB にして撮っています。それからそのまま下行きましょうか。フォーカスモードは MF ですね。で AFC カスタムセット、ここは OK で、まあ、この辺の AF モードとか、まあ、あんま夜の撮影なんで使わないです。で MF アシスト、これ基本スタンダードにします。ピーキングとかを星の撮影では使わなくて、まあ、液晶画面とか機種によるんですけど、この富士フィルムの場合は、ピーキングかけない方が、星のピント合わせしやすいです。逆にこの液晶画面にですねちらつく星以外のノイズとかにですねピーキングがついて、どれが星なのか分かんなくなるんですよ。ですから、まあ、MF アシストはスタンダードにしてピーキングをかけないという感じですね。で、この辺はあまり気にしてないです。でタッチパネルモードはこれはエリアにしてますね。ここ液晶画面をプッと触ってこのピント合わせるポイント、フォーカスポイントとかを選べるようなんですけど、このショットとか AF とかにしちゃうと、触った瞬間、間違って触った時に、変な動きをしちゃうので、ここはやらないですね。で、まあ、この辺も、行って、まあ、インターバル撮影するときはこういじりますけど、インターバル撮影をするときは露出平準化はオンにしておいた方がいいです。まあ、これはフリッカー、タイムラプスのフリッカーはこうチカ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 って明るさが変わったりホワイトバランスが変わったりするチラつきのことを指すんですが、これが、なくなるっていうのはこの露出平準化なんですね。はい。で速攻方式は基本中央重点速攻にします。まあこれが一番タイムラプスにしても星にしても安定するかなと。でシャッター方式は基本電子シャッターでいきます。これ私メカニカルシャッター基本使わないですね。で星空撮影するときは三脚使いますから手ぶれ防止モードはオフにします。どこだろう、あ、これですね。 LCD 明るさ、液晶モニターの明るさは一番暗い状態にします。これは、真っ暗な中で液晶モニターって非常に明るいんでね。で撮影画像表示を一応こう表示するようにしております。 1.5 秒、写真撮ったらパッと 1.5 秒表示するっていう風にしています。で、縦横自動回転表示、ここはオンにします。これは、縦構図横構図で撮った時にあの距離計とかね液晶の中のその項目いろいろ表示されるのが、こういう風に切り替わるんですね。こういう風に、はいですね。でフレーミングガイドは9分割にしておきます。縦横自動回転再生はオフにします。最後この画面のカスタマイズというのは結構大事でして、これいきます。このフレーミングガイド、それから電子水準器、ヒストグラム、画面枠ですね。これ何かというと画面枠を設定すると、この白い枠が出るんですよ。これもう一回オフにしてみましょうか。分かりやすい。画面のカスタマイズ、画面枠をオフにするとこういう感じで、この液晶画面も全部使うわけじゃないですよね。使わない部分の液晶画面があるんですよ。これが真っ暗の中だとどこまでが、その部分なのかっていうのは分からないので、まあ、ちょっと見やすくなる。で、それからこのこれですね、ちょっとこれもカスタム設定できたらいいのになと思うんですけど、情報コントラスト調整っていう項目の中に暗所ってあるんですけど、これ暗所にするとこういう風に液晶画面が赤くなるんですね。その目に優しいモードになるんですよ。カスタムで切り替わればいいんですけど、現状ならないのでいつも通常にしてます。まあ、ファンクション設定いろいろ設定できますけど、タッチパネルですね、タッチパネルでこうスワイプした時に何が出るかっていうところで、上にスワイプするとヒストグラム、左にスワイプすると水準器、右にスワイプすると顔認識、それから下にスワイプするとブーストモードっていう感じですね。っていう感じで割り当てます。それから、あといじるところは、
嘘設定ですね。これ低照度優先っていうのにしておくと、暗闇の中でこう液晶モニターが明るくなって、シャッタースピード30秒とか遅くしないと出てこないんですけど、そうすることで、星のピント合わせとか構図確認がしやすくなるので、この低照度優先はオンにしております。まあ、こんなところですね。で、カスタム設定する時なんですけど、今、こうさらっと設定した項目、どこがカスタム設定で反映されるのかって分かんないじゃないですか。でそういう時はこの上に Q ボタンがあるので、 Q ボタンを押して、そうすると下にね、長押しカスタム登録編集ってのがあります。これ長押しすると、はい、こういう画面が出てきます。だからここでカスタム登録をした時は登録内容の確認編集というのを、でこれで右に押します。カスタム1をいじりますよと。このカスタム1が自分にとっては星モードにしたいわけですよね。だからカスタム C1 にしたときに、最初から撮影モードはマニュアル、シャッタースピード20秒になるようにもうしててくださいという感じにしてるんですよ。で、こっから下の項目が一応、このグレーがかかってるところはカスタム設定はできないんですけども、白いところはカスタム設定が可能になります。パンダはもう最初から8000からスタートするような感じで。だいたい星撮るときって感度8000で F2.8 で20秒25秒ぐらいが、まあこの富士フィルムのカメラでよく使う設定なんですよね。はい、あとできるところはないみたいなので、これでバックって書いてある右下のところなんですね。で、このバックのボタンを押すとカスタム保存 OK 出てますから。で、これで実行ってやると、これでカスタム設定が保存されました。だから普通にこう昼間撮るときはあのこう絞り優先とかでやってるんですけど、押し撮るときはこうカスタム1にすると、もう最初からほら感度8000で、20秒出てきたでしょ。まあ、こういう風にやりますよ。次は動画を撮影するときのカスタム設定を設定していこうと思います。同じく Q ボタンを押して、Q ボタン長押し。動画の時はね、また全然違いますからね。はい。まあ、撮影モードはマニュアルで、シャッタースピード60分の1にしてます。動画編集するときにベースフレームっていうのがあって、それのベースフレーム、だいたいその30フレームとかなんですけども、そのフレームレート ×2 のシャッタースピードぐらいがちょうどいいって言われますよね。ただ、30×2、60なんで、60分の1のシャッタースピードが見やすいシャッタースピードですよと。で、動画撮影するときはこのシャープネスとか高感度ノイズ制限は0に戻します。あ、この AFC カスタム設定が結構私大事で、ですね、この6からいけるんですけど、要はコンティニュアス AF AFC にしたときのその被写体の追尾精度っていうのをこれで設定できるんですよ。で、ネバールとかね、俊敏とかっていう風にやってるんですけど、だいたいこれ自撮りするときとか多いですし、あと動画撮影しててカリッカリッとピントが切り替わるとちょっと困るじゃないですか。これ基本的にネバールにしてます。これはですね、動画撮るときはまあどっちともいないのでちょうど真ん中にしてるかな。で、ゾーンエリア特性、これもオートにしてます。それからどんどんいきましょう。今動画のセッティングをします。はい、 MF アシスト、これ動画撮影の時はピーキングオンにしたいんですよ。昼間撮れますからね。だからフォーカスピーキング、レッドのジャグにします。こうすると、ピントが合ってるところにですね、赤いこうチャチャチャっていうのが出るんですよ。で、これで、あ、どこにピント合ってるのかっていうのが分かるんですけど、はい。で、その他動画で設定するところはこれだ。手ブロゼ、はい、ブレー防止モードをオンにします。これ便利ですよね。カスタム2に割り当てればカスタム2になるだけで、ブレー防止モードオンになるし、他のやつになればオフに、カスタム1にすればオフにできるっていうセッティングに今しています。はい、感度はオート1ってのはこれ、感度160がベースになって、一番上がっても800ですよっていう感じですね。この感度を、カメラが自動的に設定するような感じのやつです。それから私はウェブカメラで使うことがあるので、
X ウェブカム、接続モードは X ウェブカムに移行しています。この USB 給電設定をオンにしておけば、モバイルバッテリーを接続して、常時電池を充電しながら給電しながら撮影することができるので、タイムラプス撮影とかね、長時間の撮影には、便利ですよという感じです。はい、ということで、カスタム1、2に割り当てられました。カスタム2の設定を保存します。はい、保存されましたですね。これでカスタム1にすれば、星撮るモードになりますし、カスタム2にすれば手ブレ補正がオンになってる、動画撮影モードに切り替わったっていうことですね。最初にこれやります。はい、私もあの星撮ったりタイムラプス撮ったり動画撮ったりで結構ね、幅広く撮るようなタイプの、まあ、写真家というかクリエイターというかになったので、結構ねこの切り替えが大事なんですよ。ただまあ富士フィルムみたいにね、両方こう対応できますよっていう機種は非常にありがたいですよね。はい、というわけで、カメラを最初に買った時の設定ですね、どういう設定をするのか、まあ、何を考えてどういう設定をするのか、カスタム設定に何を割り当てられるのかっていうのを今日はお届けしました。今日撮ってんのこれ、ソニーの α7S3 なんですけど、まあ、そっちでもね設定のどういうカメラを設定してるかっていうのをやってもいいかもしれないですね。はい、まあ、というわけで、まあ、今後もこうカメラ買ったらねこういうのやっていこうかなと思います。この動画を気に入っていた方はチャンネル登録といいねと、あと通知をオンにしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー、どうもどうも、バイバーイ。うん、ありがとうございました。あ、こっちもね、これもよろしくお願いします、はい、いい方だと思う、うん、よかったらレビューも書いてください。はい、よろしくお願いします。